よ。お兄さんはただ水面からね。皆さんはミナモのことご存知でしょうか。ちょっと手を挙げていただいてもよろしいでしょうか。ミナモのこと知ってるよという方ぜひ手を挙げてください。ありがとうございます。今から2年後の2012年にここ岐阜県で岐阜清流国体岐阜清流大会が行われるということで、より多くの皆さんにこのスポーツの祭典を知ってもらおうと、スポーツが大好きなミナモが PR のお手伝いをしてくれています。では、ミナモダンス、音楽、スタート!ミナモポーズ。